ズ。グラデオ、一人か。プロムトは絶好のチャンスかな。アーデン、あれバレちゃった。ここまでお疲れ様。主のこのざまを見てどう？何を？君、本当はがっかりしてるんでしょ。立派な王になると期待して命までかけてきたのに。やめろ！俺もな。だから諦めろ。旅も未来もここでおしまい。何を言っている！ノクター！すっかり仲良くなったね。一つ提案なんだけど、ここでみんなで死ぬ、それとも君が俺と一緒に、どっちがいい？選択の余地がありません。選ばないっていう選択肢はあるんだろうか。なかった。それが答え。決めていた。何があろうとノクトは最後まで守り抜く。君に使いこなせるわけないよね。この剣がその身を犠牲に指輪の力を使ったと聞いた。ならば俺にも。それ使う。王様を助けたかったら俺を倒してみると。せっ
サーチアイ。のんびりしてられないんじゃない？俺を早く倒す。死んじゃうよ。あ、ダメージ倍率がすごい。よっと。優秀な進化に囲まれて裏切り。うわ、カンストしてる。諦めろ。行け。どうせ君も死ぬんだ。王の命。見ろ。そんなことはさせない。一旦回復しよう。あって、でもアーデン強いよ。危ない危ない。今日ここまで。あ、倒しきれはしないんだ。無茶なことは。ノクトは無事か。無事だ。お前が守り抜いた。そうか。イグニス、ここだ。ノクト、イグニス。死ぬな、生きて。お前の使命を果たせ。ノクト、イグニス。俺は俺の決着をつける。ノクティス、待っているぞ。すまない。どうだ、調子は。別に。
はここまでにしないか。はあ、この先何かもっと大きなものを失う気がする。だから何言ってんだよ。ここで俺が投げ出したらみんな何のために死んでったんだよ。お前が俺がそんなこと言うな。決めるのはノクトだ。だが迷い悩むことはみんなで一緒に考えよう。一人で抱え込まないでくれ。また来る。いろいろあったけど結構楽しかったわ。ああ、俺もだ。だから思い残すことなく使命を果たせる。お前らとルーナが守ってくれたおかげで。ノクト、俺は最後まで大切なものがあるから俺はここまで来れたんだ。一人で行くんじゃねえよ。お前らの思い出も一緒だ。イグニス、ありがとな。
った。あ、トロフィー失明の理由と、こういうわけですな。というか、そう、選択肢がね、なかったんだよ、一つ。一部のショップに万能包丁、まな板、限定皿、メガネが開放されました。はいはいはい、そっか。じゃあアーデンと対峙したから、あそこでアーデンと対峙できてなかったら、ノクトはもうそっから先のチャプターに出ていなかったかもしれないよね。で、そう、マルチエンドだっていうから、追加された選択肢の方もやってみよう。だけど、ある程度本編に影響のないようなエンドにしておかないと、タイムパラドックスが起きてしまうけど。イグニスとレイブスは祭壇へ急ぐも、ルナ・フレーナはすでに鍛えていた最愛の妹の死に激高し、ノクティスに切りかかるレイブス。で、この後の選択肢だ。